またすごいな。え、こちら福屋さんはもういいんですか今。あ、この場で、いや、芋フライ美味しいですね、僕大好きで。やっぱりこちらの芋フライのやっぱり特徴は何が美味しい。あのね、さっきあの早川さんが言ってましたけど、早川さんのおソースと特殊のうちの方の製法で揚げてますので美味しいです。なるほど、ぜひですね、あの芋フライのね、あのいろんなお店の、ね、味が違いますから、いただきます。食いしん坊万歳。まかんべえだわ、うまい。で、今ちょうど唐揚げも揚げたてでしょ、これ。うわ、すごいね。ちょっと一個だけさ、女の子にあげてみて、ね、食べてる？食べてる？ちょっと誰かこの食べたい唐揚げ、今一個唐揚げ揚げたてあるけど、いいよ、松岡修造が言ってるから一個だけちょうだい。うん、あ、来てくれ来てくれ来てくれ、ほら一緒に食べていいって。ちょっと待ってねって今。いや、すごいだろ、松岡修造ってこういう力あるんだ今。ほら、じゃあちょっと食べてごらん。熱いからね、熱いよ、熱いよ、そう、よし、そう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 。そうだね、僕がしなきゃダメだよ、お母さんね。どんどん、よし、ご飯剤はぁはぁって唐揚げ、あ、自家製のタレ唐揚げ、どうですか、美味しいですか。あ、よかった、声が出ないって熱すぎて。ありがとうございます。いいですね、福屋良食さんでございますね。福屋良食さんのですね、唐揚げ、そしてあの芋フライ食べに行くと本当に美味しい。うまかんべえ、本当に。あとでまた美味しいって言われちゃった、本当にありがとうございます。あ、ここは太田焼きそばだ、太田焼きそば。正解員さん、おはようございます。太田焼きそば、この上州太田焼きそば、こののれんの会、これ太田焼きそばの魅力は何ですか。まあいいや、あのまあ握手だけ。麺のもちもち感と、麺のもちもち感とソース、どういうソース使ってます。ちょっと何味に、どんな味というか、フルーティーだったりとかどうですか。あ、フルーティーな感じで、うわ、もう目の前でこんなさ、うわ、こんなテニスコートでテニスしたら最高に幸せだろうな、本当に。いやー、すごい、ありがとうございます。いや、売れてますよね。あとで食べちゃうとね、もう本当にあの止めなくなっちゃうから、本当に。ぜひぜひ、あのぜひ皆さん、あのね、あのこちらもちょっとね、食べていただけたらと思います。上州のれんの、上州太田焼きそばのれん会の皆さんのところでございます。あとはね、佐野ラーメンのところも行って、あ、出た、三島コロッケだ、ここ隣。静岡で僕ね、番組やらせていただいてるんでね、 D スポーツ静岡って番組、三島コロッケ美味しいですよね。魅力、三島コロッケの魅力何ですか。じゃがいもが美味しいですよ、皆さん。今この店頭に並んでる商品で一番、あ、揚げたてですか。うん、揚げ、坊や、食べたい、食べたい、食べたい、ちょっと宣伝になるか、坊やに、ちょっと坊や、坊や、いいよ、あっ、熱々だぞ今。ちょっと一言もらうから。でもこんな熱々のが食べられるのが魅力ですよね、目の前でね。熱いと思うけど、三島コロッケどうですか。美味しい、美味しいって。ほら、みんなもう揚げたてのがやるから、ここに。本当に今全員松岡修造だからね、このコロッケ。本当に熱いから気をつけて。あーと、いや、早速買っていただいてありがとうございます。やっぱコロッケ一番売れてます、一番売れてます。やっぱコロッケ一番売れちゃうから、みんな今ね、すごいですよ。下にね、さっき揚げたやつの三島コロッケもあるんですけど、今もうまさに揚がった瞬間の三島コロッケ出てるんで、これもね、すぐね、限定売れちゃうから、早く行ってください。ありがとうね、坊やのおかげでもうどんどん売れてくから、本当に。うん。いや、美味しい、美味しい。あ、宇都宮餃子館もありますね。あ、健太くんが今日はいると。コニマくん、はい、何でしょう。ごめん、レポート中すいません、こっち終わりました。あ、終わっちゃった、早くない。で、今ね、佐野丸と一緒にコニマくんさ、少し回ってくれる。そうだね、うん、佐野丸こっちが来れますか。うん、ちょっと皆さん、コニマくんがあっち行きます。佐野丸と一緒に回ってみて、いいお店紹介してください。で、僕たちはこれで終わります。どうもありがとうございました。すいません、お二人に改めて大きな拍手をおくれください。ありがとうございました。この間にですね、僕たちいろんなお店紹介するんで、それいうところでですね、いろんな食べ物をね、ぜひ食べていただきたいなと思います。本当に
さあ、こっち、あ、こちらも美味しそう、ゆきみさんの唐揚げ。どうもおはようございます。あ、いいですか。